鏡の世界がどうなっているか見せてくれない？もちろんいいとも、ミイラ。鏡の世界好き！オーフル！いかんいかん、モーフル。私の中に戻すんだ。あれはオーフル。鏡の世界では何もかもがこの世界の正反対になってる。モーフルはとってもいい子だから、オーフルはその反対でとっても悪いことばかりするんだ。それじゃあオーフルは外に出せないね。街をめちゃくちゃにされちゃう。行こうモーフル、クローマと一緒にお部屋で遊ぼう。うわっ、やあモーフル、元気かい？おまわりさん、よし。おお、何するんだ。モーフル、このまま置いていく気か。誰かがモーフルを呼んでる声がしたね。戻ってきたなモーフル、早くここから降ろせ。ありがとう。でもこんないたずらはいかんぞ。え？いたずら？モーフルが私を屋根に乗せたんじゃないか。でもモーフルはずっと私たちと一緒にいたよ。いや、私を屋根に乗せ、それを見て大笑いしたんだ。こんな風に。大変！今の笑い方オーフルだよ。早く見つけなきゃ。ちょっとどういうつもりなの？ねえやめてよモーフル。ってあれがモーフルなら、あれ誰？オーフル！どっちが本物なの？これ以上オーフルがモーフルのふりできないようにしなくちゃ。クローマ、オーフルを緑にして。オーフル緑？もう会わないで済むといいね。どこにいるんだミラ？上だよ。やっほー。モーフルとミラのスーパーヒーロー。オーフルもやる。オーフル何してるんだ？オーフルスーパースーツ。イエーイ、これでみんなスーパーヒーローだね。今日も魔法みたいな日にしよう。いいこと思いついた。競争しようよ。モーフル、オーフルと競争。オーフル、モーフルと競争。先に山の頂上に着いた方が勝ち。位置について、よーい、ドン。オーフル止まって。おっと、抜かれちゃった。ジャンプしよう。おお！わあ！ほほう、イエーイ！ん？なんだ？オーフル、ダメだよ！やったね、オーフル！あたし最強のスーパーヒーローだ！そうだ、近道があるの。あっちに行って、モーフル。ははは、これなら勝てそうだ。イエーイ。なに、オーフル
車輪とジェットパックをつけて川を飛び越えよう。イエーイ。モーフル、翼を出して山まで飛んでいこう。モーフル変身。多分引き分けだ。イエーイ、オーフル勝ちじゃない。みんな勝ったんだ。本当に大事なのはね、勝ち負けじゃなくて楽しかったかどうかだよ。魔法のペットと一緒だと毎日が魔法みたい。二人もいるしね。してあげる。バー。発明品ができた。若返りの薬だよ。私の助手に使ってみましょう。あー、すっごくかわいい。私、赤ちゃんのお世話したことないの。モーフル、パパのところに連れて行って。私は解毒剤を作る。ミラ、パパ、パパ、もモーフルみたいなペットがいれば街をもっとめちゃくちゃにできるのにな。ミラよ、オーフルだ。ここから出してくれないか。イエーイ。大変だ、車が。何？どうやって脱走したんだ？まったくけしからん。まずいぞ、フリーズ警官だ。
急げオーフル、何か大きなものになれ。え、ティラノサウルス思ったより怖くないな。あ、サル、ちょっとカメラを返して。はい取りにおいで。悪者兄弟がロボットでやったんだ。ロボット？私たちが捕まえるよ。悪者兄弟が怖いティラノサウルスを連れてたんだ。ロボットだけじゃなく恐竜も？どうなってるんだろう。捕まえてくるから任せて。悪者兄弟の猿がカメラをあそこに置いたの。悪者兄弟を探そう、モーフル。ロボットに恐竜に、それから猿まで。わかった、悪者はオーフルと一緒なんだよ。私たちが捕まえるね。まずいぞ、あれミラとモーフルだ。急げオーフル、何か大きなものになれ。モーフルもティラノサウルスに変身して。モーフル変身！もっと大きくなれないのかよ。気持ち悪い。モーフル、やめてくれ。オッケー。モーフル、もう疲れた。悪いことをしたら、私たちが絶対捕まえるって言ったでしょ。魔法のペットが一緒だと、毎日が魔法みたい。いやあ、かわいいおちびくん。この子が将来大きくて怖いライオンになるなんてね。パウル博士から盗んだこの光線銃があれば、どんな動物も巨大化できるんだ。動物園でいっぱい遊ぼうね、モーフル。イエーイ。ミラ、モーフル、悪者兄弟が動物を大きくしたんだ。大変、元の大きさに戻さなくちゃ。モーフル、スーパーヒーローに変身して。気持ちいいなバーキー。え、おお、なんだ。あ、嘘だろ。その光線銃を渡しなさい。誰が渡すもんか。夜、撃ってやれ。おっと、こりゃかなわねえや。覚えてろよ。やったね。じゃあ動物を元に戻しに行こう。ペンギンさんだよ。まず一匹。
生、連れてきたよ。よかった。って、あれ？おやおや、ずいぶん小さくなったね。でもすっごくかわいいよ。おお、ミラ、モークル、飼育員さんから電話で動物園に来てほしいそうだよ。うん、わかった。モーフル、空飛ぶお家になってくれる？ミラ、モーフル、お願いがあるんだ。お家を見つけてほしい。ペンギンとラクダと猿を野生に返したいんだ。いいよ。ありがとう。モーフルの空飛ぶお家で出発するよ。暑くてカラカラの砂漠はラクダさんにぴったりのお家だね。モーフル見て、ドラゴンだ。もしかして私たちと一緒に来たいの？この子にも新しいお家を見つけてあげようね、モーフル。イエーイ。あ、南極はペンギンさんにはぴったりのお家だけど、ドラゴンさんには寒すぎるよね。よし、違うところに行こう。ジャングルはサルさんにぴったりのお家だね。ありゃ、雨の多いジャングルはドラゴンさんには湿っぽすぎるね。ドラゴンさんにぴったりのお家を探すのって難しい。でも絶対諦めないよ。見て、モーフル、火山だよ。ここならドラゴンさんのお家にぴったりだね。よかった。ドラゴンさん、新しいお家がすっごく気に入ったみたい。それじゃあ私たちはもう家に帰るね。バイバイ。あなたは魔法のペットなんだね。魔法のペットは世界中のどこよりも人間の友達と一緒のお家で暮らしたいんだよね。でもうちにはもう魔法のペットがいるの。モーフルだよ。でも人間の友達を見つけてくれるいい場所があるんだ。魔法のペットショップにいればぴったりな友達がすぐ見つかるよ。見て、モーフル、こうするの。モーフルも、モーフルも、ふう、ふう。大丈夫だよ、モーフル、すぐできるようになる。でもこの子にはかなわないだろうね。ボバだよ、新しい魔法のペットだ。ボバはシャボン玉が大好きなんだ。シャボン玉だけに弾けすぎちゃうんだけどね。わあ、ほらね、楽しそう。イエーイ。ボバ、もう下ろしてくれ。何か大きなものになって。うん、ああ、ジャンプか。よし、モーフル、ミラ、助ける。あ、ミラ、ああ、どうなっとるんだ。ああ、誰か助けてくれ。車が降って
けたぞ、ボーバー。いいかい、魔法のシャボン玉をそこら中に飛ばしちゃダメだ。町が大変なことになる。パパ、モーフル、シャボン玉を割ってくれる？ボー、ありがとう、モーフル。パパが戻ってこなかったらどうしようかとヒヤヒヤしたよ。よし、ボバ、いくらシャボン玉でもあんまり弾けすぎちゃダメだぞ。ハクション、いや、ミラとモーフル、風邪をひいちゃってね、仕事にならないんだ。お手伝いするよ、ジョーさん。モーフル手伝う。じゃあそこの車を急いで持ち主に届けてくれる？持ち主はリストに書いてある。ありゃ、持ち主の名前が全部インクで汚れちゃってる。でも頑張ればきっと届けられるよ、モーフル。とーっても大きなダンプカーになって。トラクターはおまわりさんのフリーズさんに届けるみたい。おまわりさんにトラクター？そう、多分そう書いてあると思う。オッケー。え、待ってくれ。ごめんね、フリーズさん、待てないの。急いでるんだ。なに？まあ、失礼、下が見えない。いいだろう。こいつじゃ追いつけん。いやー、祈るわ。大変、届けるところを間違えちゃったみたい。モーフル、パトカーになってくれる？モーフル捕まえる。おわ、うん、よし、じゃあ車を本当の持ち主に届けよう。まずあのトラクターの持ち主は、あ、農家のボブさん。僕の、アイスクリームワゴンの持ち主はジェラルドさん。イエーイ。え、いや、ミラ、モーフル、どうだった？ちゃんと全部の車を届けてきたよ。ああ、よかった。リストは役に立った？さあどうぞ、ご注文のロボット2体だよ。やったぞ。え、何？別に。ありがとう、じゃあね。ん？全部持ってきてるか？いや、完璧。あ、見て、悪者兄弟。見て、悪者兄弟。いや。あ、し、モーフル、ミラ、ボールは？ボールのことは忘れて行こう。さあ、一緒に来て。ねえ、違う遊びをする？いや。
それじゃあ、もう家に帰る？いや。あー、何かしたいことある？いや。モーフル、あのアイスを取って。ハハ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 ハ。お金は？ミラー、モーフル、どうしたの？すっごく変だよ。変身も嫌がるなんて。いや。それしか言わない。いやいやいやって。パパ、モーフルがおかしいんだよ。こらこら、そんなことを言っちゃいけないよ。やあモーフル、アイスを食べるかい？いや。アイスが嫌？確かに変だな。わあ、ほらね、このモーフルは偽物。悪者兄弟だ。モーフル、あのボールを取って。あ、あ。ちょっと。パパ、あそこだ。まずいぞ、ミラのパパだ。やあミラ、何してるんだ？あ、そのおままごと。こっち。モーフル、早く乗って。わかったよ。ならいいや。バイバイミラ。バイバイパパ。それじゃあもっといたずらしようぜ。モーフル、壁を塗って。いや。いいか、変身しろ。パトカーに。いや。消防車。いや。上層になれ。いや。なあ。モーフル、あたしちょっと用事があるんだ。モーフルも行く。ごめんね、秘密なんだ。だからお家で待ってて。大丈夫、すぐ戻ってくるよ。ミラー、じゃねモーフル。ミラー、どうしたモーフル？ミラーどこ？知らないんだ。でもすぐに帰ってくるよ。モーフル、変身。ミラー、ミラー。あ、モーフル、どうしたの？ミラー、いる？ここにはいないよ、ごめんね。いないの。下ろして、モーフル。ミラ、いる？え？ううん、ここにはいないよ。いないよ、モーフル。どこか違うところにいるんじゃない？ミラー、どこ？モーフルが泣いてる？まったく、けしからん。おいで、モーフル。泣かなくていい。ミラはお家で待ってるよ。行くのはまだ早いぞ。裏庭を確かめてないだろう。サプライズ。ミラー。
のびっくりパーティーだよ。いつも最高の魔法のペットでいてくれてありがとう。魔法のペットと仲良しな友達が一緒なら毎日がご褒美じゃん。見てモーフル、みんな色がなくなっちゃってる。うわ、モーフル、魔法の絵筆に変身して。じゃなくて緑だよ。おすごいよ、完璧。信号を見て、こっちが青信号よ。こっちが青だ。いや、白だ。見つけた。クローマが町中のものから色を取っちゃったんだね。そんなことしちゃダメ。色のない世界なんてちっとも楽しくない。この動物さんたちも楽しい色にしよう。イエーイ。おお、見つけたぞクローマ。探したんだよ。君が色を取っちゃったせいで町は今大混乱なんだ。モーフルとクローマが力を合わせれば全部元の色に戻せるよ。おっと、そっちが青だったな。どうぞお先に。おお、町を全部元通りにできたね。モーフルとクローマが力を合わせたおかげだ。イエーイ。今日も魔法みたいな日にしよう。モーフル、変身して私に。それじゃあこれを着てパパやみんなをびっくりさせに行こう。モーフル、私にそっくりだよ。ああ、なんだミラか。2階にいると思ってた。そうだよ、2階にいたの。おお、あ、じゃあモーフルだね。やあミラ、遊ばない？モーフルも一緒に。モーフル、ここいない。でもミラ、遊ぼう。よし、じゃあ行こう。おはようミラ。おはよう。何して遊ぶ？遊びを考えるの得意だもんね。鬼ごっこ。いいね。よし、ミラが鬼。じゃない。
見ろよ、モーフルがいないぞ。おもちゃを盗み放題だ。いい考えだね。ちょっと、僕らのだよ。フラフープいただきだ。返してよ。あれ、ミラー。待って、それを返して。どうなってるんだ。下ろしてくれよ。ミラーが二人いる。おい、置いてくな。モーフル、私になるのは楽しかった？でもモーフルはモーフルなのが一番。魔法のペットが一緒だと毎日が魔法みたい。イエーイ、エイプリル。モーフル、ボールに変身して。イエーイ。イエーイ。私も変身できたらいいのにな。いいこと思いついた。キラキラパグの魔法で魔法のペットにしてもらおう。私たちをモーフルにして。よし、競争しよう。一番高くジャンプできた人が勝ち。モーフルにして。おお、なんだ。わあ、すごい。ヘリコプターに変身。おおおお、イエーイ、モーフル勝ち。あれってサンダーブースター？あれはまずいよ。追いかけよう。私も変身しちゃダメだった。キラキラパグ、元に戻してくれる？そんな、すっごく楽しかったのに。楽しかった。でもモーフルになるのって大変。私に戻れてよかった。そう、モーフルは一人だけだし、エイプリルも一人だけ。二人とも大好きだよ。お祭りは楽しかった？ミラ、モーフル。今から景品でもらったこの赤ちゃんとティーパーティーするんだ。モーフル、赤ちゃんお茶嫌だと思う。さあモーフル、今日も魔法みたいな日にしよう。アニミ、この子に命を吹き込んでくれる？そしたら本当にお茶が飲めるよ。いらっしゃい、メアリーさん。
こんにちは。魔法のペットに重いレンガを運ぶのを手伝ってほしいの。誰かに頼める？アニミが命を吹き込めばレンガが自分で歩くよ。それって最高。ちょっと行ってくるね、ミラ・モーフル。バイバイ。待って、巨大赤ちゃん。魔法のペットのおやつを食べちゃダメだよ。ボールになって。ありゃ、この子に命を吹き込んだのは失敗だったかも。アニミのところに連れて行って、また元の人形に戻してもらおう。あ、大変、赤ちゃんダメ。パンダブースさんとバーキーが怖がってる。モーフル、タコに変身して赤ちゃんを車から降ろそう。ダメだよ、やめて巨大赤ちゃん。それは食べられないよ。 Oh no! ワゴンが。ごめんね、ジェラルドさん、後で直すから。モーフル、ダンプカーに変身して赤ちゃんを捕まえよう。モーフル変身。いいこと思いついた。赤ちゃんを寝かしつけよう。キラキラ光る小さな星よ。やったね、モーフル。アニミ、赤ちゃんを元のお人形に戻してくれる？急いで、アニミ。ミラ、どうなってるんだ？ごめんね、パパ。次にティーパーティーをするときは、おもちゃに命を吹き込まないようにする。魔法のペットと一緒だと毎日が魔法みたい。まったく、けしからん。おお、洗脳光線を当ててやれ、夜。うわあ、メアリーさんにビルを壊させる。ビルを壊せ。モーフル、大きなロボットになって、あのビルと同じくらい大きく。モーフル、いいや、モーフル、町を壊すのを手伝うんだ。オッケー、悪者。モーフル、大変、モーフルが悪くなった。ファウラ博士から盗んだこの洗脳光線銃のおかげでみんなに何でも言うことを聞かせられるんだ。ただでアイスをくれ。アイス、ただ。パパ、悪者たちがみんなに町を壊させてる。でもどうやって止める？いい考えがあるの。俺たちって天才だな。これも全部洗脳光線銃のおかげだ。パパ、悪者を捕まえて。うわ、なんだ。博士、光線銃を取って。返してもらうわ。おい、早くモーフルの洗脳を解いて。メアリーさんとフリーズさんも。モーフル、メアリーさん、一緒に街を直してくれる？イエーイ、モーフル直しの好き。
フリーズさん、悪者を逮捕して。町を壊した罪でお前たちは刑務所行きだ。なんでみんなミラの言うことを聞くんだよ。ああ、みんなを洗脳したのか。ミラの言うことを聞いたのは洗脳されたからじゃないわ。ミラの考えに賛成だったからよ。やりたくないことを無理やりさせるのはいいことじゃないよ。みんなよくやったね。素敵な魔法のペットが一緒だと毎日が魔法みたいだね。